はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回はスカイウォーカーの夜明けでスカイウォーカーサーガーが完結したスターウォーズの今後の作品に関する最新情報をまとめていきます。過去にもスターウォーズ関連の動画を多数出していますので、まだ見ていない方はぜひそちらもチェックしてみてください。スターウォーズは少し休憩した方がいいんじゃないかと思うんですが、そうもいかないようです。それでは行きましょう。まずは現在日本でもディズニーデラックスで配信されているマンダロリアンです。今作の時系列はエピソード6ジェダイの帰還とエピソード7フォースの覚醒の間に位置し、帝国が崩壊した5年後の物語であり、主人公の賞金稼ぎマンダロリアンの姿を描いています。国内外で絶賛されている今作、現在配信されているのはシーズン1の8話までであり、気になるシーズン2は今年の10月よりアメリカで配信予定とのこと。日本でもその直後にシーズン2が配信されると思われます。ディズニー CEO のボブ・アイガーは映画よりテレビシリーズに優先度があるとしているらしく、今後今作に多くのキャラの登場やマンダロリアンの世界観を広げる可能性があるようです。情報によればナンバリング作品エピソード1からエピソード9にすでに登場したキャラたちが今作に複数登場する可能性があるとのこと。忙しすぎて恥ずかしながら僕もまだ見ていないのですが、シーズン2が始まるのが秋以降ですので直前に見始めようかなと考えています。可愛すぎるベビーヨーダも今作に登場していますので、まだ見ていない方はぜひシーズン2が始まるまでに見ましょう。次はローグワンの前日談を描くスピンオフシリーズキャシアン・アンドーに関して、エピソード3とエピソード4の間を描き国内外で大絶賛されたスターウォーズスピンオフ映画ローグワン、先日その前日談を描くスピンオフドラマシリーズキャシアン・アンドーの制作発表がされました。今作の主人公は反乱軍のスパイのキャシアン・アンドー、そしてもともと銀河帝国のドロイドだったが反乱同盟軍により再プログラミングされ反乱軍に使えるようになった K2SO も登場とのこと。今作は反乱軍形成期のキャシアン・アンドーの冒険を追ったスパイスリラーになるようです。主演を務めるキャシアン・アンドー役のディエゴ・ルナは、何が起きるのかという典型的なストーリーのアプローチではない、大切なのはどのように起こるのかということで、それ自体はローグワンと同じと語っています。今作は2020年代に撮影が始まるとのことで、キャシアンと K2SO のコンビがどのような冒険を繰り広げてくれるのか楽しみです。さて次は問題のスピンオフドラマオビアン・ケノービに関して、今作はエピソード3とエピソード4の間を描くオビアンの単独スピンオフドラマシリーズですが、一時期脚本の創造性の違いにより無期限制作保留という報道がされていました。しかしこれに対し今作でオビアンを務めるユアン・マクレーガーはこれを否定しています。ユアン・マクレーガーによると、脚本はすごくいい、撮影が延期になったのは脚本を読む時間がもっと欲しいと考えたからでしょうとのこと。撮影は2021年1月に開始される予定で、全6話もしくは全4話の構成になるようです。以前こちらの動画でもお話ししたように、今作にはジャージャー・ビンクス再登場の可能性もあるらしく、それが事実だとすればエピソード1からエピソード3にすでに登場しているキャラたちも登場するかもしれません。今作にはマンダロリアンのエピソード監督を務めたデボラ・チョーが監督として就任しているため、その期待度は高いと思われます。さて次は気になる映画シリーズ、2022年から始動されると言われているスターウォーズの新3部作に関する大まかなあらすじなどはこちらの動画で説明していますので、ぜひ見てみてください。今回焦点を当てるのは誰が監督を務めるのかということ。情報によると当初はゲームオブスローンズのデビッド・ベニオフと D.B. ワイスの名前が挙がっていましたが、離脱したため世界から賛否両論あったエピソード8最後の時代のライアン・ジョンソン監督による3部作が企画中とのこと。国内外から非難があった最後のジェダイですが、最近ライアン・ジョンソンが手掛けたミステリー映画ナイブズ・アウトを皆さん見ましたでしょうか。ミステリー好きというだけあり、ナイブズ・アウトはすごく良くて個人的にも楽しめた作品でした。監督にも得意不得意分野があると思っていて、ライアン・ジョンソン監督が制作陣と時間をかけて話し合い、お互いが納得する着地点を見つければスターウォーズ新3部作も化ける可能性があると思います。その他にもマーベルスタジオのケビン・ファイギがプロデュースする新作が企画中であったり、
先日開かれた第92回アカデミー賞で脚色賞を受賞したタイカ・ワイティ監督にも契約交渉が入ったり、女性監督による新作制作の情報があったりなど、まだまだスター・ウォーズはその世界観を広げていくと思われます。はい、いかがでしたでしょうか。余談ですが、この動画を見てくれた大半の方はスター・ウォーズファンだと思いますが、今年の5月から MCU フェイズ4が始動することを受け、4月中に MCU 全23作品総復習動画を上げますので、これを機にぜひ MCU にもハマっていただきたいと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。